ミストネスさんにお邪魔します。どうやら今日はボクシングということですね。うずいてきました。行ってみましょう。お願いします。付き合ってください。ユ、はい、リアンレトリーバーです。お世話になります。お願いします。ここはあのボクシングと聞いたんですけども、はい、合ってますか。正確にはキックボクサーサイズですね。キックボクサーサイズ、はい、蹴ります。うずいてきました。サンドバッグにはされてたんですけど、サンドバッグ殴るの初めてですね。わー、あーお願いします。よろしくお願いします。まずは、正しい拳の握り方だったり、はい、そういったフォームを確認をしていきましょう。わかりました、はい、こうですね。何県ですかこれは。奈良県。まずは親指以外の4指から軽く握っていただいて、はい、親指は最後に、指が開いたり、あとは中に握り込んだりしないだけ気をつけてください。わかりました。バッチグーです。バッチグー、懐かしいですね、はい、手袋をしていただいて、はい、分かりました、はい、グローブを準備をしていきましょう、はい、おお、めちゃフィットしますね、はい、あ軽い、はい、足幅少しちょっと広めで、はいはい、構えていきましょう、はい、右足、はい、2足分ちょっと後ろに引いていただいて1、2、はい、そしたら頬の位置にスーッとセットしてください。はい、これでもかっこいいですね。そうですか、はい、でサンドバッグの前に立っていただいて、はい、構えていきます。はい、で肩の力と拳の力と膝の力を抜いた状態ですね、はい、リラックスした状態。わかりました。リラックスしすぎですね。対戦相手をイメージしましょう。いいですね。相手の顔見えましたか。見えました。相手の鼻と口元あたりをパンチを打ち込んでいただきます。まずは、はい、左手をまっすぐ相手の鼻口元めがけて伸ばしてください。伸ばすだけで大丈夫です。はい、当たってますか。当たりました。当たりました。この距離感覚えておいてください。はい、その姿勢の距離感になります。わかりました、はい、で打ったらしっかりと戻す。はい、ジャブパンチというパンチになります。はい、ただ戻して、はい、今度右手で強いパンチを打ち込む。うわーすごい。今度ストレートパンチというパンチでねじ回数、あ、いいたくさん打っていきます。はい、うわっこんな感じ、すごい。はい、まずは左足を斜め45度に踏み込んでいただいて、はい、構えていきます。そうです。思い切り振り上げたらそのままキック。わかりました。右手を振り払って同時に行っちゃいました、ね、ストレス発散にもなりそうですね。やっぱり日頃の恨み溜まってそうですね。女性は発散がテーマになってます。あ、そうですか。じゃあちょっと下げてみます。上がる。さあちょっとリズムを取っていきましょうか。そう、構えてワンツーからいきましょう。せーの、ワンツー、フックボディいきましょう。このリズムでワンツーフックボディ、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 ワンツーフックボディ。さあ上げてしっかりと意識して鼻取ってて離そう。えい、さあラスト右手フックで終了。ドーン、オッケー、イエーイ。さあどんどん行きましょう。左足を前にして構えていきます。はい、さあ最初の動き出し、ワンツーからフックボディ、ワンツーいきましょう。せーの、ワンツーフックボディ、もう一度ワンツーフックボディ、ワンターゲット、はい、思い切り、だいぶ激しいですね。何だ行きます。はい。サンドバッグ使うんで膝の内側。わかりました。いきます。ストーンと打ったら一回ステップ踏みましょう。膝を内側でステップを。おお。そうね、引いちゃいましょう。膝から。膝。振り間違え。最後左膝で締める。いいよ。いいですね。死んだ。いい感じですよ。さあ、今度は右膝にしましょう。ついつい、膝ステップ踏んで、膝打ったらステップ踏みましょう。
そう、ナイスステップ。左、右、左、右、しんどい。さあ、追い込んでいきましょう。やっばいです。よっしゃ、よっしゃ。さあ、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 これもうちょっと続きますよ。頑張ってください。守って、蹴って、スイー、ズー、ワン、守って、蹴って、そう、守って、蹴って、連続で、そう、キック、守って、蹴って、さあ、頑張っていきましょう。さあ、向こう、つらいところ、山田、頑張って、山田、ラスト、一発、さあ、もう半分ですよ。頑張っていきましょう。さあ、なかなか、ハードですが、パンチからいきましょう。ワン、ツー、フリーっていきます。そう、リラックス。さあ、打って打って、はい、はい、ワン、ツー、フリー、頼むでしょ。ラスト、一発、えい。さあ、乗っていきましょう。右カットキック、はい。さあ、ゆっくりと回して、はい、まずぐらいありますよ。回して、おう、相手の脇腹、ラスト一発、すごい。サンドラックにまたがった状態で、はい、わかりました。さあ、その点は倒れてる相手、はい、そこにもう一度パンチをどんどん打ち込んでいきます。もう倒れてるのにまだいくんですか。肘をしっかりと上から引き上げて打ち下ろす。スリー、ツー、レッツゴー。右、左、右、走りましょう。走る、そう、間走っていきます。パンチ、はい、走ってダッシュ。さあ、右、左、交互に、ワン、ツー、ワン、ツー。さあ、上から、さらに、さらに速く追い込み、さあ、ラストスパート、一気に引いていって力強くいきましょう。オッケー、ガッツポーズ終了。ナイスファイトでした。ありがとうございます。すごい、お疲れ様でした。すごい、これやっただけで見てください、こんな汗目あかれへんぐらい。見た感じそんなに汗かくかなって思ってたんですけど、やったらもうちょっと私痩せたんちゃいます。あ、最初よりも、はい、はい、シュッと引き締まった感じが。おおきにです。おおきにと申します。あ、ありがとうございます。名前、最後ちょっとゆっくりしていただきたいので、はい、サンドバッグにお越しいただいて、はい、わかりました。そのまま仰向けの状態で、はい、横になっていきましょう。リラックスタイプです。あー、気持ちいい。もう何も考えずに力を抜いていただいて、わかりました。それではゆっくりと目を開けて状態を起こしていきましょう。お願いします。ありがとうございます。そのままいただきましょう。はい、お疲れ様でした。ナイスファイトでした。いえ、ありがとうございました。バッチグー。めちゃくちゃしんどかったんですけど、はい、本当にそれやる甲斐あるぐらい、こう、はい、爽快感ありますね。よかったです、発散していただいて。日頃のストレスを、はい、先生がイケメンなので、ぜひテレビでは、せーの。